こんにちは、エッセンスのまるです。2021年のアクアリフトが届きました。なので定番的に出ていたナイキエアリフトとこちらのアクアリフトを使って4コーデ組んでみましたので、どちらのモデルにしようかなってお悩みの方はぜひご覧いただければと思います。1つ目のコーデはベージュのワントーンスタイルです。足元はホワイトのアクアリフトを入れてみました。全体的にまとまって見えますが、バインダーの色が映えて可愛いなと思います。同じコーデにエアリフトを合わせてみました。こちらはピンクとパープルがアクセントカラーになっていて、よりレディーライクな印象になっています。比較的ワントーンコーデとか淡い色の洋服とよく似合うと思います。アクアリフトがベージュカラーなので、やっぱりこういう暖色系で合わせると全体的にすごく綺麗にまとまります。オレンジのアクセントカラーは難しいかなと思ったんですけど、いいアクセントになって夏らしさが出ています。こちらのマルチカラーのエアリフトを合わせてみると、やっぱり女の子らしい印象が強くなりますね。存在感のある色なので全体的に映えるようなスタイルが仕上がると思います。トップスはマーカーウェア、ボトムはミラ応援のクラッシュデニムを履いています。白デニムとアクアリフト、爽やかな印象になりますね。アクアリフトは割とスニーカー感覚で合わせられます。黒のエアリフトを合わせてみるとまた印象が結構変わるんですけど、全体的にスタイリッシュな見た目になっています。足の甲が結構見えるのでパンプスのような使い方ができます。今度は全体的にカジュアルな組み合わせです。トップスはエイトンのフーディー、全体的に淡い色になっているので、このアクアリフトのストラップのオレンジが綺麗に映えています。エアリフトは靴下と合わせるとこのような感じですね。このソックスは足袋型になっているので、エアリフト、アクアリフトどっちにも対応できるし、普段使いもしていただけます。ということで4足分履き比べてみました。可愛いなって思えた靴はありましたでしょうか。アクアリフトはちょっと小さめの作りになっているので、このハーフサイズ上げて履くのが良いかと思います。でこれに関しては去年も動画を上げていますので、ぜひそちらをご覧いただければと思います。ベージュのアクアリフトに関しましてはオンラインストアでの発売がありませんので、エッセンスの店頭の方で販売をいたします。